こんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーレジャーってことで大討伐イベント、今回はな、タイプウィスク、カッコメイ、パーツを倒す感じになってるのってことでやってみようか。ソロでやるぞ。はい、でデッキは、こんな感じになっとる。ヒールブロック、フリーズブロック、弱体マスが登場。ボスを倒し、ヒールブロックを破壊すると弱点が出てくるみたいだな。で、リーダー特性で竜属性の技、スゴ技発の、全体攻撃な、ここも書いてある。スゴ技の全体攻撃に敵の数が少ないほど威力が上昇する効果を、なるほど。なんで、火と天属性でデッキを組む感じ。で、ヒールブロックとフリーズブロックを入れて弱体マスもあるんで、弱体、ガード持ちのキャラクターも、入れとくと戦いやすくなる感じかな。一応こんな感じにデッキは組んであるぞ。1個目、2個目、3個目、4個目。自分が持ってる、キャラクターをな、ぶっ込んでる感じなんで、強いかどうかはちょっとわからんが、やってみよう。そしたら、ちょっと誰かのお借りしようかな。このお方のお借りを。よし、やるぞ。まず最初はヒールを破壊。ヒール関係のキャスターたちが欲しいな。メイ火の放尿庫、霊感したかったのに。遺憾した。霊感した、遺憾した。あ、これで。あー、惜しい、惜しい、惜しい。霊感した、関西。で、あれじゃな、火のところにフリーズがあったら、一発で破壊できたな。ちょっと惜しかったな。結構演出がかっこいいの、みんな。よし、そしたら、次で次はこれでいいかな。再生、世界性ったらかな。世界性、聖剣にしようかな。あ、なかった。世界性はなかった。絶対なかったかな。あと半分だな。あ、そしたら、火を置いて一回手にしよう。
ていって、君の因果にふさわしい言葉を。この道を切り開く。そしたら、どうしようかな。カオッカ、ガオッカ、はい。カオッカら、まだ、カがいっぱいある、多分カがいっぱいあるかな。はい。カオッカ。三大社って言葉があったかもしれない。で、これは反対にして、反対、これでいこう。反対、反対、よし、オッケー。いい夢だ。反対の方が良かったかもしれない。今日の何を言って目を誇りを剣とし、我らが敵を撃て。覚悟しなさいよ、本気出すか。火の神かぐら二重の竜かぶり舞い。かっこいい。今は私に差し出し、これでいけるかな。よし、そしたら、ガチャな。なんて、使い。最低かな。まるか。最低。精米。あとガだけじゃん。これはいい感じにキャラが乗ってると思う。ウラミと、ほら、もっと私を楽しませろよ。演出がシャルフィンって言わない。この私の美しさのためになさない。ここで、あれじゃな、これポニーって、これこにして、まだいいかな。こう置いとこう。こうチェンジして、はい、はい、これを一回ここで使ってしまう。はい、あ、これでいいや。飛行機って言葉がある。飛行機もあるし。14ボンボ天才を超え、試合は続けてみよう。こういう時にあれじゃない、エラミーが来るんだって。
かいそう。よし。あー、どっちにしようか。あ、こっちやな、こっち。で、ガベを置いてみよう。被害。再生。制裁。これで、該当、なんか該当が壺だまあ、ひどくなよ。さあ、どんだけいくか。やれば、かな。はい、ということで、今回はこんな感じじゃ、一応の、実況もう一回37-48、25から36、13から24、12、1から12がこんな感じ。はい、ということで、みんなもの、大討伐、頑張ってやって、アイテムの、交換アイテム、集めて、キャラをどんどん強くしていこう。ということで、今回はここまで大魔王、大魔デージがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー!